青木富を10月7日から2004年1月24日は日本の俳優、松竹蒲田撮影所時代に名古屋として活躍した。横浜市に生まれ、実家が経営していた酒場に、松竹蒲田撮影所の俳優が出入りしていたのが縁で、撮影所によく遊びに行くようになった。1929年、ここで小津監督に見出され、小津の会社員生活に出演。 同年、主演した、特艦小僧が、大ヒットし、小畜鎌田の子役スターとなった。12月には、全部精神異常ありに出演、斉藤監督のナンセンス喜劇でも重用された。1931年から芸名を、特艦小僧と改める。以降、小津監督作品に12本に出演したほか、成瀬セミキ監督、斉藤虎次郎監督、清水博士監督、 五所平之助監督の名作や話題作に立て続きに出演。菅原秀夫、加藤誠一、横山一志、葉山正夫、末松高行らと共に、松竹鎌田の名古役と歌われ、松竹映画に欠かすことができない存在となった。学業では、鎌倉中学校を中退して子役に専念。また、同時期に、伊布帝も、青木宝妃の芸名で子役として活躍していた。 1942年に招集され、ペリリュー島の前線に送られる。1946年、福音。本名の青木富夫で小畜に復帰するが、欧米屋俳優として、早くでの出演が続いた。1954年、日活に移籍ここでも、早くとして活躍。日活映画で欠かせないアクション映画や青春映画に、多く出演し、 えのきひょうえや川上忍とともに、日活の名売イプレイヤーとなった。1971年、日活がロマンポルの路線になった後は出演作も減っていった。1972年にフリーとなり、山本札夫監督の華麗なる一族などに出演した。晩年には、鈴木清淳監督のピストルオペラ、篠崎誠監督、忘れられぬ人々などに出演し、 後者は2000年に、フランスのなんと三大陸映画祭にて共演の三橋、達也、大木実と共に主演男優賞を受賞した。2004年に、肺がんのため死去。80歳没。遺作は、犬と歩けば、チロリと田村。回想録、小役になっては見たけれど、小説特刊小僧一大記がある。映画監督の須訪正幸は、オズ作品へのオマージュとして、 自らの監督作である、四股踏んじゃった。シャルウィーダンスそれでも僕はやってない、マイコ・アレリ、カツ弁。に、青木富雄という役名のキャラクターを登場させている。演じたのはいずれも、竹中直人。出演した映画は300本以上に上る。太字の題名は、キネマ順法ベスト10にランクインした作品は、小津安次郎監督作品。ありがとうございます。